皆さんこんにちは、棋士の杉本和夫です。今回は、こちらの爽やか流疾風三間飛車という本を僕が書きまして、そちらの紹介をさせていただこうと思います。こちらの本は、昔ながらの角道を止めた三間飛車の戦術書でして、角道を止めた振り飛車といいますと、居飛車の対策は、居飛車穴熊や最近ですと、プロの公式戦でも流行しているエルム囲いというのが、まあ、難敵とされてるんですけれども、それに対する、振り飛車の裁きをたくさん取り入れた本になっております。ので、この一冊を読んでいただければ、もう、皆さん三間飛車の、を得意戦法として身につくという内容になっておりますので、ぜひ、ご覧いただければと思います。